行くぞ敵。わしが敵を引きつける。お主も来るがいい。カマのことは任せたぜ。な、死ねたんじゃんよ。うりゃ、囲まれている。天意、お主の人数を見せてもらおう。花崗塔が見込んだだけのことは、ゴーケスと呼ぶふさわしい貴様だ。悔しいな。ここは光れば。やはり動いてきたな。これで花崗塔たちも動きやすくなろう。倒されるわけにはいかねえ。ここは俺たちが守るんだ。敵は盛況にして士気も旺盛か。何が奴らを駆り立てている。陰邪の豪傑アクライが蘇ったかのようだ。アクライですか。アクライの武勇、陰邪の豪傑に勝るとの劣らず。わしらが抑えたぜ。うん、見事だな。わしをも震えさせるほどの戦ぶりを。この戦の勝敗以下で天下が動く。心して戦え。
展開せよ。その調子で行けよ。このまま残る敵を討ち取れ。ここはわしらが押さえたぜ。エンネ、村で大男が暴れております。貴公が攻めれば自分が守る。オイラたちの畑を荒らしたのはおめえか。なんてバカ力だ。おれ殿を守るため、ここは引けねえ。オイラも負けねえぞ。強いゆえ、つい無理をしたくない。冗談はよしてください。貴様らはなぜ戦う。亡き聴覚のためか、官室打倒のためか。生きてくためにここに来たんじゃ。荒れ果てた大地じゃ暮らせねえ。お前にわしらの気持ちがわかるもんか。やめるだよ。おめえらが苦しいのはわかるだども、人の畑を取ったら今度は取られた人が苦しむだけだぞ。おめえなるほど、答えは単純であったわ。この乱はあるべき場所にあるべき者がおらぬゆえか。黄金の残党よ、そして虎のごとき大男よ、わしと共に来い。望みを叶えてやろう。後世の人は言う、義務の今日これより始まると。乱を平定した曹操は遠州の統治者となった。さらに彼は降伏した黄巾の残党を全て受け入れる。彼らは青州兵と名付けられ、曹操軍の主力となった。新たに加わった青州兵、そして天下万民が望むものとは。
その答えを知る曹操は迅速に行動を起こす。董卓の包囲にさらされ、開墾する者もいない都周辺の荒れ地、その土地を農地として青州兵らに与えようと考えたのである。この曹操の動きに諸侯の一人袁術は警戒を強めた。彼は徐州の刀剣を動かし、曹操の背後を狙わせる。危機を察知した曹操は先手を打ち、軍勢を徐州に向けた。先の戦から味方となった巨著もまたこの戦に同行する。この時巨著そして曹操すらも気づいていなかった。彼らの背後に董卓以上の強栄が迫っていることを。